ファーゴ。ファーゴ、現代、ファーゴは、1996年制作の、アメリカ映画、公園兄弟制作の映画作品、ノースダコタ州の都市ファーゴとその周辺を舞台に、狂言誘拐をめぐる、人間模様を描いた、サスペンスストーリー、R15 指定。ジャンルとしてはコメディに分類される。映画のはめに、これは実話である、原文、This is, エイトルーストーリーという一文が映るが、これも演出の一つで、実際に映画のような経緯をたどった、誘拐事件が起きた事実はなく、物語は完全なフィクションである。物語の物体は1987年、ミネソタ州ミネアポリス。自動車販売店営業担当のジェリー・ランディガードは、多額の借金を抱えていた。ジェリーは、 金銭的な苦境を脱するために妻寺院の狂言誘拐を企み、裕福なギフのウェード・グスタフソンから8万ドルの身の白金をせしめる計画を立てる。ジェリーはノースダコタ州ファーゴで整備工場のメカニックから紹介されたカール、ショールターとケアグリムスラットという二人のチンピラーと酒場で爪の打ち合わせを確認し、ジェリーは仕事要件報酬として 二人に販売店から持ち出した車を引き渡す。寺院を誘拐し身柄を車の後部座席に押し込んだ二人組だったがアジトへ向かう途中のブレーナードにて警ら中の警察官の指示で停車させられ職務質問を行う警察官を射殺さらに彼らの強行を見た目撃者も殺害してしまう。翌朝妊娠中の女性所長マージガンバーソンが 殺人事件の捜査に乗り出し、地道な聞き込み捜査で犯人たちの足取りを追う。そしてマージは殺害された、警察官がメモしていた車の情報から、当該車種のディーラーであるジェリーの元にたどり着く。最近、車の盗難被害はないか聞くマージに対し、その場を取り繕うジェリーだが、逆にマージに不信感を抱かせる。警察が捜査を続ける中、カールは、 ジェリーに対し報酬の引き上げを要求する。簡単な狂言誘拐のはずが、いつの間にか血なまぐ臭い殺人事件にまで進展してしまったことを知り、ジェリーは立然とする。彼は誘拐犯たちが100万ドルの身の白金を要求してきたとギフ、ウェードに告げる。誘拐犯との約束の日、ウェードはジェリーを信用せず、自ら 身の代金を持って誘拐犯と直接交渉しようと、勇む。待ち合わせの場所に現れたウェイドを見て、カールは約束が違うと怒りおろにする。娘、ジーンを解放しなければ、身の代金は渡せないと強弁するウェイドに逆上した。カールは彼を射殺し、大金の入ったブリーフケースを奪い去り、ジェリーが身の代金引き渡しの場所に駆けつけた時その場には、 岐阜の射殺隊が横たわっていた。ジェリーは岐阜の死体を車のトランクに乗せて現場から早々に立ち去る。一方、ウェードから奪った100万ドルを見たカールは、それを独り占めにしようと8万ドルだけを手元に残し、残りの大金が入ったブリーフケースを道中の雪原に埋め、アジトに戻った時には、すでに人質の寺院はこと切れていた。 それでも当初の約束通り八万ドルを山分けしようとするカールとゲアだが誘拐に使った車をどちらが手にするかで口論その結果カールはゲアに斧で殺害されてしまうブレーナードに戻る前にもう一度ジェリーに会いに行くマージ事件の真相に近づきつつある彼女の尋問に追い詰められ強行状態に陥ったジェリーは車に乗って逃走するマージは 部下に行方不明になったジェリーとエイドの捜索を指示する。その結果、地元のバーテンダーの情報から誘拐犯たちのアジトを発見する。そこでマージが見たものはカールの死体を木材破砕機で粉ミジンにしているゲアの姿だった。マージは逃げようとするゲアの足を打ち抜き確保に成功する。警察署へ向かう途中、マージは後部座席のゲアに向かって どうしてこんなちょっとばかりのお金のために人を殺したのか。人生にはお金より大切なものがあると語りかけるが、部屋は何も答えない。逃亡中だったジェリーもしばらく経ってビスマーク郊外のモーテルで逮捕、連行された。自宅の寝室でテレビを見るマージに、夫のノームは自分の絵が参戦と切っての絵柄に採用されたと告げ、2ヶ月後に出産予定のマージは、 夫とダブルベッドで肩を寄せ合う。狂言誘拐が巻き起こす悲劇を扱った本、作品であるが、誘拐は、公園兄弟が好んで描くモチーフである。劇中に登場する、ポール・バニアンの像はアメリカでは、コラ話の象徴とも言われている。映画のタイトルは、ファーゴであるが、実際に、映画中で、ファーゴが舞台となるのは、冒頭の酒場のシーンだけである。 物語はほとんどミネソタ州のミネアポリスやブレーナードを中心に展開している。公演兄弟はファーゴをタイトルに選んだ理由について、ファーゴの方がブレーナードより面白そうだったからと述べている。映画は1996年3月8日に北米で公開され、約2400万ドルの興行収入を上げた。批評家たちからの評価は高いものの、 工業的な成功とは遠かを買った、公園兄弟の映画としては、赤ちゃん泥棒以来のヒット作となった。批評家たちからも絶賛を受けた。この作品は、名実ともに、公園兄弟の代表作となった。同年度のアカデミー賞では、作品賞を含む7部門の候補となり、そのうち主演女優賞、脚本賞の2部門で受賞した。その他にもカンヌ国際映画祭監督賞。 英国アカデミー賞監督賞など受賞多数。インディペンデントスピリット賞では作品賞や監督賞を含む候補になった6部門すべてを受賞するという快挙を成し遂げた。日本では1996年度のキネマ、順法外国語映画ベスト10第4位にランインした。1998年にアメリカ映画協会が選んだ映画ベスト100中。 第84人にランクインした。2006年にはアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。フランシス・マクドーマンド演じる女性所長マージ・ガンダーソンはその印象的なキャラクターによって映画史に特筆される人気者となった。役作りのために知人からミネソタナマリの英語を習得したマクドーマンドの演技は絶賛され、第69回アカデミー賞の主演女優賞を 与えられた。1997年にはマージを主役としたテレビドラマシリーズを放送する計画もあったが、パイロット版が制作されたのみで実現には至らなかった。そのパイロット版ではイーリファルコがマージを演じていた。2003年にアメリカ映画協会が選んだアメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100ではマージガンダーソンが ヒーロー部門第33位にランクインした。本作のリブート作品となる TV ドラマ、ファールゴ、ファーゴが制作された。このリブート版はリメイクではない。2001年に東京在住の日本女性が映画の舞台の街であるノースダコタ州ファーゴから東に60キロの地点で投資しているのが発見され、その6日前に一度、この女性を保護した地元警官が彼女は、 映画、ファーゴの主役が、地面に埋めた金の詰まったブリーフケースを探していた。と証言したというニュースから、映画冒頭の演出文を真実と受け取った女性が、宝探しに、ファーゴを訪れ遭難して死亡したという都市伝説が、全米に広まった。実際には、英語がつたない日本女性との対話の行き違いから、保安官が、そのように勘違いしたことが、 そのまま報道されてしまったことが原因で、死の前の知人との電話や家族に送っていた遺書などから、該当女性の仕事や恋愛の行き詰まりからの自殺が真相であり、この都市伝説に対する、米国人ジャーナリストの調査については、2003年に This is A True Story というタイトルで、ドキュメンタリー映画にもなっているが、明らかになった真相を知った上で、 都市伝説としての内容を題材にした映画が菊池林子主演で制作され好評を得ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。